こんにちは。出ましたね、グロック17ジェネレーション発売日5月28日木曜日ですよね。いやー、やっとですね。はい、というわけで丸いフェス、ね、オンラインで今年やるみたいなんですけど、まあそれの前にね、発表になりましたね。価格は16,800円、ガスブローバックガスガン18金ですよね。で、主な仕様変更点は、まあ前にも出てたように直径 15mm のシリンダーを使った安定した動作というわけで、グロック19と同じエンジンなので効く強くて、なおかつ、まあ、燃費もいいという素晴らしいメカですよね。で、今度はあれですよね、リアルサイズになるんですよね、19と同じく。というわけでホルスター、今までちょっとワンサイズ大きめのねものにしてたのが、それもしなくても済むようになったりですとか、なんか実銃採寸でデュアルリコイルスプリングとかエクストラクターとか別パーツにしてるみたいなので、ちょっと外観的にもさらに良くなるんですかね。ラインアドリンクがあったり、コンキングインジケーターあったり、マガジンは従来と互換性ありそうですよね。で、バックストラップが2種類 ×2 サイズ。なるほど。グリップサイズを3段階に切り替え。あ、なるほどね。未装着時でも使えるっていうことなんですね。あ、面白い。というわけで、なんか取っちゃえばめっちゃ握りやすくなるのかな。まあそこら辺もちょっと楽しみですよね。はい。まあというわけで、この感じでね、グロック34とか18とかもね、リニューアルして、なんかね、やっぱリアルサイズ統一で、なおかつ新エンジンでね、統一とかになるといいなと思います。あ、26とかも出るのかな。私個人的には34、次はやってほしいなと思います。というわけで、まあ、またね、多分レビューできると思うので、まあ、よかったらそれもご覧いただければと思います。東京マルイのグロック17ジェネレーションが5月28日発売ということで、簡単に紹介してみました。最後までご視聴ありがとうございました。